はい、皆さんこんにちは。ワンタンメンクマちゃんです、今日はですね、これからあるところに向かいたいと思います。まあもうね、このタイトルクリックしてね、サムネ見て入ってくれたみんなにはもう多分バレてるんだけど、あのね、最近私すごいね、マンホールの蓋にハマってて、まあ、ハマってるっていうか興味持ってる感じですね。だからこの間 YouTube さ見てたら、なんかニュースでセーラームーンのデザインマンホールが、まあ、東京都の港区にあると、でめちゃめちゃ海外の人が見に来ているというね、ニュースを見て、で私思い出したんですよ。そういえば私昔埼玉の所沢だったかなっていう、なんかさ、なんか漫画スタジアムみたいな、なんかそういうところに行った時にですね、ちょうどね、まあ、なんかね、アニメの作品のマンホールがあったんですよ。まあ、そっからかな、マンホールにちょっとなんか気を配るようになったというか、まあ、デザインに注目するようになったというか、まあ、アニメキャラとかじゃなくてもやっぱ場所によってデザインがあったりするわけなんですよ、その独特のね。でそれめっちゃおもろいなって思って、でも私中国出身じゃないですか、まあ、中国にいたんですけど昔、そのデザインのあるマンホールの蓋っていうのは見たことなくて、だってマンホールの蓋だよ、なんかわざわざさそこにデザインを施そうとか思わないじゃん、普通はね。そう、これ日本ならではの発想だと思うんですよね。でも私が今いる東京はどんなデザインのそのマンホール蓋があるかというと、こうなんか見てください、ずらーってあるんですよ。まあ、多分人気なところで言うとアトムとか、ゴジラ、あの女の子が好きなシナモンロールとか、高橋留美子さんのうるせえやつらとか、あと明日のジョー、もう結構人気作品多いんですよ。でそのマンホールの蓋だけじゃなくて、実はね、そのマンホールの蓋の模様のなんかそういうカードもあるらしいんですよ。それもなんか無料で集められるらしいんです。え、これやばくない？まあ、やっぱさ、オタクだからこういうなんかキャラクターとか集めたくなるんですよ。はい、だからね、今日はちょっとね、まあ外ロケ企画しようと思ってて、1日で東京のマンホール蓋何個回れるかをね、ちょっと検証したいと思います。それと同時にあのマンホール蓋のそのカードもね、集めていきたいと思います。何個回れるんだろうね、みんなの予想はどう？私はまあ15とか、今、まあ、12時前なんで、今から出ればまあまあまあ5、6時ぐらいまでやれば15個ぐらい回れるんじゃないかなって思ってます。それじゃあね、もうそろそろ出発しないといけないんで、一滴マンホール。新宿着いたんですけど、今日土曜日だからさ、人めちゃめちゃ多い。今日ね、1個目のマンホールは新宿にあるゴジラのね、マンホールを見に行きたいと思います。見えてきたよ、ゴジラ。お、すごい、こんな仕掛けあったんだ。なんかゴジラの基地からなんか出てきた。この東方線末の近くにあるらしいんですよ。え、これじゃない？おお、すごい、これね、めっちゃわかりやすい。これむずいな、写真撮るの一緒に。こんな感じ。はい、なんかね、ゴジラのマンホールはすぐ見つかったんですけど、これマンホールのカードがめっちゃ遠い。ここから10分ぐらい歩いたところ。あ、多分あの建物の中だ。お、書いてある、マンホールカード配布中。ということで、ゴジラのマンホールカードゲットだぜ。これタダでもらっていいの？今回ね、どのマンホールがどこにあるかをどうやって探してるかっていうと、東京のデザインマンホールのなんかデジタルスタンプラリーっていうなんかサイトがあるんですよ。でそこにこの東京にあるデザインマンホールのなんかそのマップがあって、それがめっちゃ便利。渋谷区でもね、ちょっと私がめっちゃ好きな作品のマンホールあるんですよ。はあ、やばい。今日何日だっけ、20日とか19だっけ。まあもうだいぶ10月後半なわけよ。なのに今日最高気温30度。この服装ミスった。でさ、さっき私がみんなに見せたマップ、
あれマンホール蓋のなんかスタンプラリーみたいなのも兼ね備えてて、あの実際に行ったところを記録できるんだよね、スタンプして。でなんか何ポイントか貯まると景品がもらえるかもっていう。せっかくだからそのデジタルスタンプラリーもね一緒にやってる。この辺らしい。やっぱみんな見に来てるんだ。かわいい。ひなた。映るかな。ギリ。一緒に映れる。三月のライオンのひなたちゃん。でこの先にはね、主人公のキリアマリー君のマンホールもあるらしい。あったあった。お。場所が低くて一緒に記念写真撮るの難しい。お、あかりもいた。おー嬉しい。ここはなんかね、3月のライオンのキャラクターのマンホールの種類が6種類もあるらしい。豊富よね。マンホール探し難しいな。地図に書いてある場所に行ったらないってこともあるから。うわー、これはさすがにないね。ここにマンホールはないね。ちょっとももちゃん探しに行きます。ここまで来たらね、3姉妹のあのマンホール蓋揃えたい。お、ももちゃんに行く途中にもう一個見つけた。すごい。なんか観光ってさ、前か上かを向くもんだと思ってたけど、下を向く観光っていいね。あー見つけた。お、ももちゃんゲット。今からね、3月のライオンのそのマンホールカードもらいに行くんですけど、場所がね、将棋会館にあるらしい。さすが将棋の漫画だけあって、将棋会館にもらいに行くっていうね。すごいね、千駄ヶ谷はそのなんか将棋の総本山って呼ばれてるらしい。なんか近くの神社にその将棋のなんか形のあのあれ収められてるんですよ。はいっていうんですか、はいっていうのかな、はいだと麻雀になっちゃうのかな。すごい、将棋の神社みたい。王将、王将っていうのが収められてる中に、もういろんな将棋をやってる方のお願いが書いてある。ん、なんか閉まってそうな感じ。渋谷区のマンホールカードはゲットできず。あー悔しい。ここからはね、お茶の水に行きます。千代田区にね突入します。何を見に行くかっていうと、私がちっちゃい頃大好きだったアトム、アトムのマンホール蓋見に行きます。この明治大学がある明大沿いに沿って歩けばあるらしい。お茶の水もさ、土日だから人めっちゃ多いんだけど、でも新宿よりは全然マシだね。落ち着いてる。あとなんか楽器屋さんめっちゃあるんだね、お茶の水って。ほらめっちゃあるでしょ、こういう楽器屋さん。いやもうさ、出発して3時間近く経つんだけどさ、まだカード1枚しかゲットできてない。これは有意識事態なので、なんとかこのアトムのカードはゲットしたいと思います。あ、あったあった、アトムくんありましたね。懐かしい。ちっちゃい時さ、あの中国でも放送されていた数少ないアニメの一つ。みんな結構気づかないもんだよね。あ、アトムくんだって。あの博士のやつも探しに行こうと思います。博士のも結構近くにあるらしい。なんか博士のね、マンホールの位置があやふやっていうかアバウトで、この近くにあるはず。ちょっとネットの力を借りて、マンホールの場所この辺だという情報をもらったんで。あ、これじゃない？あー先生、先生っていうか博士や。はい、残るはあとウランちゃん。手塚先生の書く女の子ってさ、みんな可愛いよね。可愛いし綺麗。あ、見つけた見つけた、ウランちゃん。
かわいい。今ね、アトムくんのマンホール蓋一通りね見たんだけど、なんとね、マンホールカードがこっから徒歩18分のとこにあるの。遠すぎ。ちょっと急がないとね、これ走ります。あの塩田区観光協会ってところにありそうです、マンホールカードが。ということで、アトムゲット。いいね、この集めてる感じ。なんだろう、ちっちゃい時にさやった宝探しに似てる気がするわ。父親のような存在であるお茶の水博士の教育を受けたりと、お茶の水地域を、要する千代田区にとって縁のあるキャラクター。博士、お茶の水博士っていうんやね。さあさあさあ、まだまだ続きますよ。ちょっとね、まだ2枚目ゲットしたばっかなんだね、カード。ちょっと今から大東区に向かいたいと思います。浅草の方ですね。そこでもね、2つ私が好きな作品のデザインマンホールがあるんです。今ね、15時半過ぎなんですけど、朝にパン食べてからまだ何も食べてないからさ、めっちゃお腹空いた。ここがかっぱ橋道具町通り。本当に食器とかいっぱい置いてある。あ、すごい。おー、うちのお父さんが好きそうなお皿見つけた。何これ、フードサンプルのお店や。あ、面白い。これ全部偽物というかあれだね。めちゃめちゃ可愛い。これ海外の人絶対喜ぶよね。一人リアルすぎる。なんかかっぱ橋通りめちゃめちゃディープで面白い。え、何あれ、ちょっと待って、カブトムシいるんだけど。え、浅草すごいね。お、カッパ太郎像。あ、これもさ、この後見つけようと思ったマンホールのね、作品で出てくるカッパ像。商売繁盛のご利益があるらしい、拝んどこう。やっぱ拝むからにはさ、お賽銭入れとかんとね。なんか少なくて悲しくなるぐらいだけど。はい、 YouTube がもっと再生されますように。あ、あった大東区で見つけたかったサラザンマイのマンホール、めっちゃ可愛いんだけど。もう釣れないよ。はい、ということでカッパのね、サラ三昧のね、マンホールカードゲットです。これでやっと3枚目。意外とこれ集めるの大変だね。これね、あのね、男子高校生か中学生か忘れたんだけど、男の子ショタがね、カッパに変身しちゃうっていうアニメです。近くまで送ってもらうというせこい手を選びました。私が今どこにいるかというとね、東京の芸術大学芸大中にいます。東京芸大。みんなさ、ブルーピリオドっていう作品知ってる？そのブルーピリオドのマンホールがあるらしいんですよ、芸大のなんか裏門あたりに。で、一応そのネットの情報頼りに今、探してるんですけど、もうこれ多分学校の敷地内なんですけど、どこ、全然わかんない、人一人いない、もうお化けが出そうな雰囲気。うん、絶対こっちじゃない。多分ね、建物の中に入りすぎた気がする。今 X とか見てたら、芸大に行く途中見つけたとか言ってるから、多分これ建物の中ではない。なんか本当に芸術すごい。この中から今出てきたんですけど、なんかありました、探してたやつが。すげー、ブルーピリオドの、あ、もう一個ある、ここにありました。これを探してたんです。
ブルーピリオドのマンホール。わあ、長かった。かっこいい。ちょっと若干汚れてしまってますね。これね、ちょうどね、お話がその主人公が東京芸大を目指して受験目指して頑張るっていうお話なんで、まさかこの芸大の隣にあるっていう素敵だね。もう日も暮れちゃった。もう時間的にもね、この辺でおしまいにしたいと思います。いやー、ちょっとね、最初家出んのが遅かったのと、松屋寄っちゃったのがロスにつながったかな。ただいま戻りました。疲れすぎたので自分へのご褒美でハーゲンダッツ買ってきちゃったよ。いや、もう本当に今日暑かったね。今日もだって最高気温30度だよ。真夏だよ。もう全然これ1枚でも出かけられた気温でしたね。ちょっと食べながらちょっと今日のまとめお話ししていこうと思います。すいません。うん、甘っ。はい、ということで今日私が集めたカードは計3枚です。新宿区、千代田区、大東区、それぞれね、ゴジラとアトムとあとサラザンマイっていうね。いや、本当はね、渋谷区のカードもねゲットできる予定だったんですけど、まあ本当ね、なんかすごいね、達成感あるわ。カードもそうなんですけども、スタンプラリーみたいなのを東京都がやってて、見て7ポイント貯まってます。で、なんかね、マイ図鑑っていうのがあって、自分が行ったマンホールをねこうやって集められる、こういう図鑑があるんです。こうやってね、ちゃんとね、自分が撮った写真こうやって図鑑になるの、すごい。はい、じゃあね、ちょっと今日はデザインマンホール何個見つけられたか結果発表したいと思います。家出る前はね、15個ぐらいいけるんじゃないかって話をしてたんですけど、今日見つけたマンホールはですね、まあこのね、図鑑にある7個プラス、まあ、スタンプラリーにはないんですけど、これとこれとこれ、これで10個でしょ。そのアトムのスタンプラリーがね、なんかね、博士がなぜか入ってなかったんで、博士をプラスして11ということで、結果、マンホール11箇所回りました。11個ホールちょっとなんて言ったらいいか分かんないんだけど、11ホール見つけました。はい、まあちょっとね、最初掲げてた15個には遠く及ばない数字になっちゃったんですけど、もうちょっと朝から出てたら達成してたかもしれない。ちょっとね、このマンホールの蓋を見つける旅楽しいわ。だってまずマンホール見つけて、わー綺麗、すごい、見つけたってなるし、なんかスタンプラリーもあるから、そこでなんかスタンプも貯められるし、でプラスカードももらえちゃうっていう、なんかいろんなそのオタクのさ、コレクション心をくすぐられてるということで、まあ、今日の動画は以上になるんですけど、マンホールの2つ目絶対にリベンジしたいと思ってるというか、第2弾やりたいと思ってるんで、ぜひまた皆さんその時はね、また動画見てもらえると嬉しいです。それじゃあね、まあ、今日はこんな感じで終わりにしようと思います。ぜひね、この動画少しでも楽しんでいただけた方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、ちょっと今ね、緊急で回してます。なんとですね、府中の競馬場行ったら帰りにマンホールカード出会いました。そう、府中はね、ちはやふるのなんか漫画のね、マンホールがあるんですよ。今それを探してて、どれだろう、これではないか、でもどっかにあるはずなんよ、この辺りに。あ、これだ、これこれこれ、これです、これです。同じここだ。落ち葉もあっていいね、秋感あるよ、すごい。マジで映らんけど